はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房喜楽です。今日はねちょっとね釉薬についてのお話をしてみたいと思います。でどんな風なことをやるかっていうと、釉薬の掛け合わせと釉薬の掛け分けっていうのをやってみたいと思いますね。掛け合わせはね、例えば一つの釉薬の上にもう一個釉薬を乗せて焼いてみるっていう感じです。でもう一個掛け分けっていうのは、同じ器に違う釉薬の2種類を重ならないようにかけてあげるというのがかけ分けになりますね。でね、結構釉薬ってやっていくとですね、かけ分けるのって結構大変なんですよ。なので結構ね、かけ合わせてる方が結構多いと思うんですけど、かけ合わせだとね、若干釉薬の発色が変わったりしたりして、あまりね、かっこよく焼き上がらないことが多いんですね。なので今回は釉薬の掛け合わせと掛け分けっていうのをねちょっと紹介してみたいと思います。それではですねご覧ください。はい、それではね今生地を準備したんでね、これに早速ねやっていきたいと思いますね。で今日使う土はね、木札土ですね。白い木札土にちょっとまあせっかくなんで絵付けをして、どっちがどっちか分かるようにしてね、それでちょっと掛け分けと掛け合わせをやってみたいと思います。じゃあちょっと2種類別の絵をとりあえず描いておきましょうかね。何がいいかな、まあ、私絵が下手くそなんでね、ちょっと適当に描いちゃいます。可愛くないね。よいしょ。本当はこんな筆でピッピッってやってね終われればいいんですけど、なかなかやっぱね筆使いの上手い下手があるんでね。一応これね鳥ですね。でもう一個じゃあ、全然違う絵にしたいので、じゃあわらびかなんかにしましょうかね。まあ、あの絵の上手い下手はちょっと置いといてもらってまあこんな感じの絵を描いて、でこれにねちょっと早速釉薬掛け分けと掛け合わせしますね。で使う釉薬は長石釉とオリベを使ってみたいと思いますね。それでちょっと差がね分かりやすくなればいいかなと思います。はい、それではねこれオリベ釉ですね。ちょっと開けてみます。まあ例のごとくそこに溜まってますんでね、これをねまずまずよくかき混ぜましょう。で皆さん、先ほど言ったその釉薬の掛け合わせと掛け分けの差って分かります？掛け合わせっていうのは釉薬が2種類以上こう同じ場所にかかってるっていう感じね。それが掛け合わせに、ね、掛け分けっていうのは、釉薬同士が重ならないように工夫をして釉薬の色を掛け分けてあげるっていう感じになりますんで、まあ、根本的にその釉薬の乗っている数が違うというかね、それでちょっと使い分ける感じですね。で先ほども言いましたけどもね、結構掛け分けって大変なんですよ。要は1回掛けたところに釉薬、他の釉薬がつかないように釉分けをするので、結構撥水剤を使ったりね、いろいろこう手間がやっぱかかるんですよね。だから結構掛け合わせにしちゃってる時も多いんですけど、それだとねやっぱ発色が若干変わるんでね、今回はその発色をね、見てもらうといいかなと思いますね。そしたら、かき混ぜ具合はこんなもんで大丈夫かな。まあ、私もね人のこと言えないんだけどね、あんまりこう釉薬かき混ぜ不足になることが多いんで、まあ、しっかりねかき混ぜ不足にならないようによくよくね下の釉薬を上にね起こしてあげるイメージでかき混ぜてもらうといいと思いますね。よいしょ。そしたらね、こっちの、鳥の方をね、こっちをかけ分けにしたいと思いますね。でちょっとこれにかけていきましょう。もう一回ぐらいいこうかな。よいしょ。まあ、薄いとあんまやっぱかっこよくないんでね、少し濃いめになるように今2回つけましたね。これ今オリベかけたとこね。でこっちはかけ分けにしますんでね。よいしょ。でちょっとこれね一回、ここに釉薬がかからないように細工しますんでね。はい、それではね撥水処理をしていきたいと思います。でこれね水性の撥水剤ですね。油性のやつでももちろんいいんですけど、油性のやつねちょっと匂いがきついし扱いにくいので、私はね水性の撥水剤使ってますね。だいたいこう水性のやつはピンクのやつが多いのかな。
でこの水性の撥水剤を器に取って、このね筆でですよ、さっき書いたをつけた織部の上にこうやってね撥水剤をつけておくんですね。でこれピャッとこう生地ようやくついてないところにピャッとついちゃったらそこも撥水しちゃうんですね。だから結構タラーっといったりするとそこが釉薬乗らなくなりますんで、まあ、そこだけちょっと注意してもらってね。あとねなるべくやっぱ際まで攻めた方が釉薬のなんていうのかな際が綺麗に収まるんで、ただこう釉薬よりちょっと行き過ぎちゃうとねそこに釉薬つかない層ができちゃうんで、まあ、そこがちょっと難しいというか手間なところですよね。よいしょ。でこのままちょっとね、撥水処理をしていきたいと思います。はい、それではね今ね撥水処理終わりましたね。釉薬織部がかかっているところに全面上からねこの撥水剤塗った感じです。でねちょっとねもう表面にコーティングされるのでもうなんか釉薬のボソボソ感っていうよりは若干光沢が出てくる感じになりますね。こうするとねしっかり撥水されているので、こんな感じでやっていきます。さあ次にこれに調石油をかけていきたいと思いますね。はい、それではねこれ調石油ですね。まあこっちも例のごとくそこに溜まってるんでねちょっとよくかき混ぜます。こんな感じですよね。でね私が使ってる調石油って結構ねシャバシャバで使ってるのであんまり濃くないんですよね。あんま濃い調石油って好きじゃないので若干私はね薄めにして使ってますね。よいしょ。そしたらもう一回ちょっと火弱でねよくかき混ぜて下のやつがね上に上がってくるようにかき混ぜます。よし、こんなもんでいいでしょう。そしたらまずは先ほど撥水剤を塗った方からいきましょう。よいしょ。こっちの、鳥が描いてある方ですね、これに釉薬かけていきます。よいしょ。まあかけ方は普通いつも通りもう撥水剤ついてるんでね内まで回してジャバッとつけて高台を持って目的のところまで沈めます。で上げますね。そうすると、ここに今釉薬弾いてるの分かりますかね、この辺で。このちょっとついてるやつは後でスポンジで取ると綺麗に取れるんでこれで今ねかけ分けができてる感じですね。内側もそうですね。よいしょ。そしたらもう一個の方ですね、こっちの、まあ、わらびの方、こっちにもね、釉薬かけていきます。まあ、釉薬が結構シャバいんでね、分かりにくいっちゃ分かりにくいかもしれないですけど、まあ、かけ分けはちゃんとできてると思いますね。で、高台持って、目的のとこまで沈めて、これまたね、かけた後、釉薬白くなるじゃないですか。正面が分かんなくなるんだよね。後からちょっと分かるように、分かるかな？ちょっと透けてるっぽいから分かるかな？で、これはこれでいきましょう。そしたら掛け合わせの方はこっからね織部の釉薬かけますね。これさっきの織部の釉薬ですね。ちょっとよくよく混ぜておきましょう。やっぱりどこが正面か乾くと分かんないですね。真っ白になっちゃいましたね。まあここは勘でいきましょう。ちょっとここが正面だろうっていう勘でねやってみたいと思います。
と言いつつも実は下のね指の跡でだいたい分かるんですよね。ここが正面だと思うんですよね。まあ親指で押さえてたとこが正面なので、よいしょ。そしたらこれにオリベの釉薬を重ねていきます。ここが正面なのでこうつけてあげたらいいのかな。これで今ね、釉薬が重なりましたよね。長石釉の上にオリベ釉がかかってる感じね。で、多分ね、ちょっと薄いと思うので、ちょっとオリベだけもう一回、表面乾いたらつけようかなと思いますね。結構皆さんは釉薬の掛け合わせとかするんですかね。私はね、お教室に来てる人にはあまり勧めないんですよね。なんでかというと、手間がかかる割にはね、思った通りに焼き上がらないっていうのがね、一番の、まあ、ポイントかな。だったら普通の釉薬を単味でかけて、それをいかに表現よくできるようにするかっていうのをね、追求した方がいいと思うんで、どうしてもね、この釉薬で細かく色の違いとかを出そうと思うと、手間がかかる割には効果が少ないっていうかね、装飾する道具ではないっていうかね、その器全体の色を変えるっていうのはもちろん釉薬の特性なんですけど、釉薬で細かい色の違いとか、例えば絵を描くとかね、そういうのが釉薬って向いてないので、そういう人はね、絵付けした方がいいですよっていうね、説明してるんでね。なんで私はあんまりこう教室に来てる人には釉薬の掛け分けとか掛け合わせとか、そういうのは、まあ、あんまおすすめはしてないですね。これでね、今オリベも熱くかかったんでね、これを実際釜に焼いて、どれだけの差が出るかね、見てみたいと思います。はい、それではね、焼き上がりましたんでね、ちょっと焼き上がりを紹介してみます。この2つですね、こっちが掛け分け、こっちが掛け合わせですね。で、ちょっとあんまり具体的な差が出にくかったので、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、こっちのね、掛け分けの方ね、こっちがね、オリベの色がしっかり緑色に出てるんですね。で、こっちの掛け合わせの方が、オリベの色が若干青みがかってるっていうかね、緑の濃さはこっちの方が濃いんですね。で、若干こっちが緑っぽくな、青っぽくなってるので、まあね、掛け合わせと掛け分けでね、これぐらいの釉薬の差が出てきますよね。まあ、もちろんこの長石釉の上にオリベをかけてるので、こっちはね、長石とオリベが若干要は混ざってるって感じですよね。で、こっちは完全にオリベと長石の混ざり合いがないのでね、純粋にこっちがオリベの色が出てるっていう感じですね。ちょっと中見てもらったら分かりやすいかな。ちょっとカメラでどこまで見えるかちょっと分かんないんですけど、見えるかな、こうしたら見えるかな。こっちのがやっぱね、若干、緑が青っぽくなるんでね。で、こっちがしっかり緑が濃くね、出るんでね。で、こんな感じでね、掛け合わせと掛け分けで色が変わってきますね。で、通常陶芸やってるとですね、こっちの掛け分けの方ね、こっちの方ね、これね、結構大変なので、こっちのね、掛け合わせでやっちゃうことが多いんですよ。そうするとね、焼き上がってみたらちょっと思った色と違うなっていうことになることが多いですね。なので、しっかりその釉薬の色を出して分けるときは、掛け分けをしないといけないんですよね。なのでね、その辺ちょっと手間になりますけども、釉薬をね、どういう風に使って色をかけていくかっていうのをね、試してもらっていいかなと思いますね。で、ちょっとね、もう一個、分かりやすいのがあるので、ちょっとそれ紹介しますね。はい、でね、これがね、ちょっと分かりやすくしたやつで、こっちがね、光沢がある、まあ、黒い釉をかけたやつね。で、こっちが光沢のある黒い釉の上に、長石を重ね合わせた感じね。で、使ってる釉薬、こっちの方が長石が多いから、長石の分こう白く全体がなってるんですよね。なんですけど、これを例えば掛け分けた時に、こういうふうになんかこう まだら模様みたいにならないわけですよ。これはあくまでも、ベースに黒い釉をかけて、その上から長石釉をかけているので、このまだら模様になるようにするためには掛け合わせをしているわけですね。
でこれをかけ分けをしてしまうとこういう風にならないんでね。でこれはねどういう風にその器の表面を、見せたいかによって、かけ分けとねかけ合わせっていうのをねどういう風に使っていくかっていうのを考えてもらうとね面白い作品が焼き上がったりしますよね。で、まあ、結構ねこっちのかけ合わせの方ねで、やってもらったりするとね面白くはなるんだけど本来の釉薬の発色とは異なりますんでね、まあ、それをちょっと理解した上でねやってもらうといいかなと思いますね。それではですね、皆さんも参考にしてやってみてください。